本校では学問としての物理学の発展の歴史を述べる。自然科学は歴史的に哲学から発展してきた。物理学はもともと自然哲学と呼ばれ、自然の働きについて研究する学問分野を表していた。英語のフィジークという単語はギリシア語で自然を意味するファイ・シグマヨータに由来する。物理学を構成する学問分野の研究は天文学、工学、 力学といった分野から始まり、これらは秩序だって幾何学に統合された。これらの古代の学問は、バビロニアやヘレニズムの、例えば、アルキメデスやプトレマイオスによって記述された。一方、いわゆる物理学を含む哲学は、アリストテレスの四大元素の考えをもとに大きく発展してきた。自然の論理的な理解への探求は、古代ギリシアで少なくとも、 紀元前650年頃から480年頃には、ソクラテス以前の哲学者によって始められた。自然現象に対する超自然的、宗教的、神話的説明を受け入れることを拒み、すべての出来事には理由があると主張した哲学者タレスは、科学の父と呼ばれている。レウキッポスは、すべての物体は原子と呼ばれる、不滅不分割の粒子で構成されているという。 原子論を発展させた。この考えはデモクリトスによって大きく発展した。アリストテレスアリストテレスはプラトンの弟子であり、物理現象の観察は究極的にそれらを司る自然法則の発見につながるという考えを推し進めた。彼は一連の物理学の研究に関する文献、自然学を初めて表した。紀元前6世紀から、 紀元前4世紀頃のギリシア古典時代及びヘレニズム時代には自然哲学は徐々に論争の多い学問分野に発展していった。ギリシア古典時代の初期には地球は休憩であるということはすでに広く知られており、紀元前240年頃にエラトステネスがその周長を正確に測定した。アリストテレスの地球中心的な見方とは対照的にアリスタルコスは 地球ではなく太陽を中心に置いた地動説を明確に主張した。アリスタルコスの考えを継いだセレウコスは地球は自身の軸を中心として自転し、それが太陽の周りを公転していると述べた。プルタルコスは根拠をもって太陽系を証明した最初の人物はセレウコスであると述べている。紀元前3世紀にはギリシアの数学者アルキメですが、 流体整理器学、整理器学の基礎を作り、でこの原理を説明した。紀元前250年頃に書かれた著書オンフローティング、ボディーズの中で、アルキメデスは、浮力の法則を発展させ、いわゆる、アルキメデスの原理について述べている。天文学者プトレマイオスは、包摂的な天文学の解説書、アルマゲストを表し、その後の科学の基礎を作った。 古代において蓄積された知識の多くは失われた。有名な思想家の著書でさえ失われ、その断片だけが残った。ヒポクラテスは少なくとも14冊の著書を表したが、そのほとんどは失われた。アリストテレスは150の著書を表したと伝えられているが、残っているのはわずか30冊であり、そのいくつかは講義ノート程度のものである。アッパース朝のカリフは古代の文献を多く集め、 それらをアラビア語に訳させた。キンディーやファーラービー、イブンシーナー、イブンルシュド等のイスラムの哲学者はギリシアでの成果を彼らの宗教を通して再解釈した。特にイブンアルハイサムとアブー・ライハーン、アルビールーニーによって大きな貢献がなされ、最終的に西ヨーロッパに伝わってロジャー・ベーコンやウィテロによって研究された。古代ギリシアの成果はアラビア語から ラテン語への翻訳によって西洋に再びもたらされ、ユダやイスラムの理論と結びついて、中世哲学に大きな影響を与えた。トマス・アクイナスやスコラ学者たちは、古代ギリシアの哲学とキリスト教神学との調和を探り、聖書と直接矛盾しない限り、アリストテレス物理学はヨーロッパの教会で物理現象を説明する際の基礎とされた。 アリストテレス物理学に基づいて、スコラ物理学では、物体をその本質に従った動きとして記述した。完全な円運動は、天球の皮膚排領域に存在する天体の生来の性質と考えられたため、天体は円運動として記述された。完成やモーメントの考えの祖先となった、インペクス理論は、ジョンピロポノスや、ジャンビューリダンらの中世哲学者によって発展させられた。 月の軌道より下にある物体の運動は不完全なように見え、そのため一貫性のある運動とはみなされなかった。ガツイカの領域でのより理想的な運動は人工物によってのみでしか達成されず、17世紀以前の多くの人には自然科学の研究には正当な意味を見出せなかった。石は土の元素を含み、土質の物体は地球の中心に向かって、 まっすぐ動く傾向があるというふうに、この頃のが追加にある物体の運動の物理的な説明は傾向を中心にしていた。古代中国やインドでも物理学や数学上の重要な伝統が生まれていた。インド哲学では媒生シ,シ科学派のカナダが紀元前千年期に原子論に似た考えを提案し、この考えはその後の千年で法省や神奈によって 仏教的原子論として発展した。インド天文学では、アリアバータのアーリアバティアの中で地球の自転について述べられ、またニラカンタソマイアジは、ティコブラーエが提案したのと似たような太陽系のモデルを提案した。中国の哲学者牧師は、完成と似た概念を考えた。工学分野では、チンカ活が独立にカメラオブスクラを発明した。中国における時生の研究は、 紀元前4世紀のブック・オブ・ザ・デビル・バレエ・マスターに遡り、包囲自身の発明につながった。ガリレオ・ガリレイ17世紀には、自然哲学者は、スコラ哲学の問題に継続的に取り組み始め、物理学や天文学に数学的な記述を適用すると、運動の特徴を正確に一般化して表現できることに気づいた。トスカーナ大公国の数学者、 ガリレオ・ガリレイはその中心人物であった。ガリレオの時代の大学での数学者の役割は法学、医学、進学の三大学門より劣るものとされていた。しかしガリレオは技術的な法則に関する記述内容が哲学的な関心を引くと感じていた。これは、例えばニコラウス・コペルニクスによる太陽、地球、月、惑星の相対運動の分析のように 天体の数学的分析によって、哲学者の述べる宇宙観、自然観に誤りがあることが示されることになるからである。ガリレオはまた力学的な実験も行い、それが自然なものであれ、人工的なものであれ、運動そのものが数学的に記述可能な、一般的に共通した性質を持つことを主張した。ガリレオは1609年に、 望遠鏡で発見した木星の衛星をもとに1610年、メディチ家の哲学者として、彼はアリストテレスの伝統に連なる哲学者と議論することが求められ、1632年のディアローグコンサーニング・ザ・ツー・チーフ・アールド・システムズに、続いて、海外で出版された、ザ・セイヤー・ヤディス・コーセス・アンド・マセマティカル・デモンストレーションス・コンサーニング・ツー・ニュー・サイエンシズでは、 多くの読者を得た。運動に関する力学的実験や数学的記述に対するガリレオの興味は実験に基づいた新しい自然哲学の伝統を受立するに至った。この伝統はウィリアム・ギルバートやフランシス・ベーコン等の哲学改革者たちの非数学的な主張とも合わさり、ガリレオの死後もイタリアではエヴァンジェリスタ・トリチェリア・アカデミアデル・チメントの参加者、フランスでは マラン・メルセンヌやブレイズ・パスカル、オランダではクリスティアーン・ホイ・ヘンス、イギリスではロバート・フックやロバート・ボイル等多くの学者に引き継がれた。ルネ・デカルトフランスの哲学者、ルネ・デカルトは実験哲学のネットワークにつながっており、多くの影響を受けていた。しかしデカルトは伝統的なスコラ哲学にとって変わろうというより、野心的な意図を持っていた。 感覚を通して解釈される現実を疑問視し、知覚される全ての現象を微粒子の見えない海の運動に帰着させることで、デカルトは哲学の説明スキームを再構築しようと試みた。この哲学的枠組みを提案する中で、デカルトは、例えば惑星と地上の物体等の別の種類の運動は本質的に異なるわけではないが、宇宙の原則に従った。 微粒子の運動の現れ方が異なるだけだと考えた。特に影響が大きかったのは、宇宙での微粒子の渦運動に帰着させた天体の円運動についての説明であり、また微粒子が物体を下に押し下げる性質に帰着させた重力の説明である。デカルトは、ガリレオと同様に、数学的な説明の重要性を確信していて、彼や彼の追随者は、17世紀の数学や、 企学の発展に大きく貢献した。デカルトによる運動の数学的な記述は、ホイフェンスやゴットフリートライプニッツに引き継がれ、1714年にザ・モーナガラジーが書かれた。サー・アイザック・ニュートン、17世紀末から18世紀初頭にかけてデカルト力学の伝統は、ケンブリッジ大学の数学者、アイザック・ニュートンの確立した哲学に脅かされていた。 デカルトリー気学ではすべての運動は微粒子による即時の力に帰着して説明されなければならなかったのに対し、ニュートンは宇宙のすべての運動を一連の基本的な数学的原理で説明する方法を選んだ。彼は1687年に出版した自然哲学の数学的諸原理の中でこの基本原理を運動の三法則と万有引力として紹介した。 これらの原理を用いてニュートンは、例えば、ヨハネス・ケップラーが、惑星はもともと楕円運動する性質を備えていると考えたように、物体はその形状によって定められた経路を通って運動するという考えを否定し、通常観測される経路だけではなく、あらゆる物体の将来全ての運動をも、現在の運動と質量を、それらに働く力に基づいて推定することができると証明した。 しかし、観測される惑星の運動は、完全に正確にはニュートンの計算と合わず、進学にも没頭していたニュートンは、太陽系が安定に継続するために神が介入していると想像した。ゴッドフリート・ライプニッツ、ニュートンの原理は、哲学的には、受け入れられない運動や重力への形上学的な説明の欠如を指摘した大陸の哲学者との間での論争を引き起こした。 1700年頃に始まった大陸とイギリスの哲学者の間の亀裂は加熱し、ニュートンとライプニッツの支持者の間で、それぞれが独立に考案していた微積文学の分析技術の優先権に関して、個人的なひどい口論が起こったりもした。当初はデカルトやライプニッツの大陸派がイギリスを除いて支配的だったが、ニュートン自身は個人的に重力についての哲学的理解の不足に、 ついて不安に思っていたものの、著書の中では、この現実を推論するのに何も必要ではないと主張していた。18世紀に入ると、大陸の自然哲学者も徐々に数学的に記述された運動について、形事上学的な説明なしで済ますというニュートンの方針を受け入れ始めた。レオンハルト・オイラー、ニュートンとライブニッツによって確立された数学的に分析する手法は、 より多くの数学者が計算を学び、公式を発展させた18世紀に花開いた。運動の問題への数学的分析の応用は、論理的力学、または、混合数学として知られた。この研究は、当初は、天体力学を中心に進展したが、ダニエル・ベルヌーイの流体力学に関する1738年の、ハイドロードイナミカの研究等でも応用された。 論理的力学は、ニュートンの原理を基礎として観測される、運動の数学的記述の発展に取り組み、解析的近似によって複雑な式の取り扱いを大きく改善した。当時の代表的なテキストは、ヨハン・バプティスト・ホーバスによって出版された。18世紀の終わりには、神の介入を考慮せず、ニュートンの原理だけで、 太陽系の安定性を検証できるほど正確なものになっていた。ブルック・テイラーやコリン・マクローリン等の数学者によって進められたイギリスでの研究は大陸での発展に遅れを取るものだったが、その一方で大陸ではダニエル・ベル・ヌーイ、レオン・ハルト・オイラー、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュ、ピエール・シモナナ・プラス、アドリアン・マリル・ジャンドルらに主導されて花開いていた。18世紀の終わりには、 この分野はフランス科学アカデミーのメンバーで占められていた。同じ頃、ガリレオラによって始まった実験の伝統も存続していた。イギリスの王立協会とフランス科学アカデミーがその中心であり、1704年の著書工学アプテックスで白色光をプリズムによってスペクトルに分ける実験を紹介したニュートンは実験分野においても影響力の強い人物だった。 力学、工学、磁性学、静電気学、科学、生理学等の実験は18世紀には互いに明確には分かれていなかったが理論科学と実験科学の間には方向性に大きな差異が生じてきた。例えば科学の実験では科学結合における抽象的なニュートン力の理論の構築に向かうのではなく科学物質の管理や 化学反応の分類に焦点が当てられるようになった。ただし電流、カロリック説、フロギストン説等の重さのない流体を扱う理論では理論と実験の結びつきは残っていた。これらの概念を現実の流体とみなすと、その流れは力学装置や化学反応を通して覆うことができる。この分野での実験は雷電瓶やボルタ電池等の新しい種類の 実験機器や熱量系等の新しい計測機器の開発や温度系等の旧来の機器の改良につながった。また、グラスゴー大学のジョゼフ・ブラックによる栓熱やフィラデルフィアの科学者ベンジャミン・フランクリンによる政府の電化等新しい概念が登場した。王立協会で1856年のクリスマスレクチャーを行うマイケル・ファラデー18世紀初頭には 運動におけるニュートンの原理のような静電気学や時制学における絶対的な理論を探すことが重要な課題であったが成し遂げた者はいなかった。19世紀初めに実験の伝統が広く根付き新しく設立された王立協会のような機関でそれが宣伝されてくるとこの不可能はゆっくりと解消していった。王立協会ではジョン・ドルトンが 科学の原子論的解釈を提案し、トーマス・ヤングが光の波としての解釈を提案し、マイケル・ファラデーがファラデーの電磁誘導の法則を確立した。その一方で、論理的力学の分析法は実験的現象にも適用され始めた。その顕著な例が、フランスの数学者、ジョゼフ・フーリエが1822年に発表した熱の流れについての分析法である。 ウィリアム・トムソン1850年から1870年にかけてのエネルギーについての数理物理学の確立は、全時代の物理学の適用範囲を大きく拡張し、物質世界がどのように動いているのかという伝統的な疑問に挑戦できるようになった。ピエール・シモン・ラプラスの天体力学に関する研究が、基本的で完全に可逆な法則に従う、決定論的力学観を強化したのに対し、 エネルギー、特に熱流の研究は、宇宙の決定論的見方に疑問を投げかけた。ラザール・ニコラ・マルグリット・カルノー、ニコラ・レオナール・サディ・カルノーとエミール・クラペーロンによる、エネルギーの理論や、ジェームズ・プレスコット・ジュールによる、力学的、科学的、熱的、電気的仕事の互換性の実験、また彼自身による、ケンブリッジ・マセマティカル・トライポースでの数理分析の訓練等を、 元にして、グラスゴー大学の物理学者、ウィリアム・トムソンらは、異なった形のエネルギーの変換やエネルギー全体の保存に関連した新しい数理物理学を確立した。彼らの研究はすぐに、ドイツの物理学者、ユリウス・ロベルト・フォンマイヤーや、生理学者、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツが行っていた力の保存に、関する類似の研究と結びつけられた。 ルートビッヒ・ボルツマン・トムソンは、数学的なヒントを、ジョゼフ・フーリエの熱流の研究から得たが、教授によるエネルギーの消失は、物理学の基本的な原理であると信じていた。これは、トムソンとピーターがスリーテートの影響力の大きな著書、トリートス・オンナチュラル・フィロソフィーで詳しく説明されている。しかし、トムソンが熱力学と呼んだものの別の解釈が、ドイツの物理学者、 ルドルフ・クラウジウスの研究によって確立された。彼が考案し、ルートビッヒ・ボルツマンとジェームズ・クラーク・マクスウェルが発展させた統計力学では、エネルギーや熱は粒子の運動の速度と考えられる。粒子の統計的な状態とその状態のエネルギーは相互に関連付けられ、エネルギーの消失は粒子が乱雑な状態に向かう傾向であると再解釈される。 熱力学の第二法則の統計的な解釈と絶対的な解釈の対立は何十年も続いた論争を生み出し20世紀初頭に原子の振る舞いが確かに理解されるまで決定的には解決されなかった一方新しいエネルギーの物理学は特に場の概念の導入と1873年のマクスウェルのトリートスオンエレクトリシティマグネティズムにより 電磁現象の分析の仕方を変え、カール・フリードリッヒ・ガウスやビル・ヘル粒子の運動の中への熱の閉じ込めやニュートン、力学への電磁場の概念の負荷は観測された物理現象に対する理論的土台を大幅に強固することになった。光はエーテルを通って波の形でエネルギーを伝達するという予測と、ヘルム・ホルツの弟子であるハイン・リヒ・ヘルツによる1888年の 電磁波の発見に基づく、その予測の実証は、理論物理学の大きな成果であり、場の概念に基づくより、基礎的な理論がすぐに発見されるという期待が高まり、電磁波の電波の研究が、その直後1890年代に始まった。ニコラ・テスラ、ジャガディッシュ、チャンドラ・ボース、クリエル・モ・マルコー・ニーらによって実験が行われ、ラジオの発明につながった。マリキュリー・マクスウェルの理論の成果は、 その頃を見つかり始めていた、いくつかの血管によって崩れつつあった。マイケルソン・モーリーの実験では、エーテルに対する地球の運動の角度の変化から、期待される高速のブレが検出できなかった。ヘンドリック・ローレンツは、エーテルは圧縮された物質であり、そのため検出できないのだと説明した。一方、波の予期しない形が発見され始めた。 ミルヘルム・レントゲンは1895年に X 線を発見し、1896年にはアンリベクレルがある種の物質は自発的に放射線を放出することを発見した。マリ・キュリーとピエール・キュリーはこのような性質を持つ物質を放射性物質と呼び、ラジウムとポロニウムという放射性元素を単理した。アーネスト・ラザフォードとフレデン、1911年、ラザフォードは 原子の質量のほとんどは正の電荷を持った原子核に集中しているが、これは理論的には安定でないことを確かめた。放射線と放射性崩壊の研究は1930年代を通じて物理学や科学の分野で競って研究された。この頃に発見された核分裂は原子力と呼ばれるようになる新しいエネルギーの実用化への道を開いた。 アルベルト・アインシュタイン同じ頃、革新的に新しい物理学の理論が生まれ始めていた。1905年、当時ベルンの特許局職員であったアルベルト・アインシュタインは、拘速はあらゆる完成形で一定であり、電磁気学の法則は完成形とは独立に通用するとし、時間や長さの観測は、測定される物体に対する観測者の運動に依存して変化すると主張した。 また、質量とエネルギーは E イコール MC2 という方程式に従って、相互変換可能な量であることも示した。同じ年の論文で、アインシュタインは、電磁放射は、国体放射を正確に記述するために1900年に、マックス・プランクが仮定した定数に従って、離散量で伝達されることを主張した。デンマークの物理学者、ニールス・ボーアは、1913年にこの同じ、 定数をラザフォードの原子模型の安定性と水素原子から放出される光の周波数を説明するために用いた。アインシュタインの相対性理論と光の量子性、ボーアの原子模型が徐々に受け入れられてくると解決されたのと同じくらいの量の問題が新たに生じ、新しい基本原理に基づいた物理学を再構築する努力が続けられた。 加速系への相対性理論の拡張が1910年代に行われ、アインシュタインは加速の完成力と重力の透過性を仮定し、宇宙は曲がっていて有限な大きさであるとの結論を得、また重力レンズや重力場での時間の歪みを予測した。ニールス・ボア原子の量子論は1920年代に量子力学に発展した。コンプトン効果によって光が 運動量を運び、粒子を散乱させることが実証され、またルイド・ブロイが粒子としても振る舞う電磁波のように、すべての物体は波としての性質も持ちうることを示すと、量子理論は受け入れられていった。1925年に、ベルナー・ハイゼンベルク、マックス・ボルン、パスクアル・ヨルダンらによって、行列力学として定式化された古典力学に変わる。 量子力学の新しい原理は、離散状態の確率論に基づき、因果性を否定するものであった。エルヴィン・シュレーディンガーは1926年に波に基づいた等価論を確立したが、ハイゼンベルクによって1927年に提案された、不確定性原理と量子力学のコッペンハーゲン解釈は、基礎的な因果率を否定し続け、アインシュタインらの反対派は、 神はサイコロを振らないと反論した。また1920年代には、孔子と量子力学に関するサティエンドラ・ボースの研究が、ボース・アインシュタイン凝縮の理論である、ボース・アインシュタイン統計の基礎やボース粒子の発見につながった。ファインマンダイアグラムによって表された孔子と電子の相互作用宇宙の基本的な性質については、哲学の側に傾きつつ議論が続いていたが、 量子理論は、ポール・ディラックによる1928年のディラック方程式をはじめ、研究が続けられていた。しかし、電磁理論の量子化は、理論的な公式から無限大のエネルギーが導かれてしまうために、1930年代を通して停滞していた。この状況は、第二次世界大戦が終わり、ジュリアン・シューインガー、リチャード・ファインマン、 アサマガ一郎らが独立に繰り込みを提案し、量子電磁力学が確立されるまで解決されなかった。一方、短命の仮想粒子の交換によって制御される、相互作用を介した場の量子論の概念の発展で、基本粒子に関する新しい理論が大きく進展した。特に、湯川秀樹は、原子核の静電化は、陽子と電子の中間の質量を持つ粒子によって媒介される C が、 作用距離の短い力によって維持されるという説を主張した。この粒子は中間子と呼ばれ、1930年から始まる中性子、陽電子、ミュウ粒子等の一連の粒子の発見に続いて1947年に確認された。戦後も、霧箱、原子核入剤、泡箱、同時係数回路等の様々な装置によって、 様々な種類の粒子の発見が続いた。最初、これらの粒子は宇宙船が残すイオン化された痕跡から発見されたが、新しくより強力な加速器が次々に作られるようになった。これらの粒子の散乱や崩壊等の相互作用の観測は、新しい基礎的な量子理論の鍵となった。マレー・ゲルマンと呼ばれるネーマンは、これらの新しい粒子を特定の量によって分類し、 順番をつけた。この研究により、1964年にブルックヘブン国立研究所で発見されたオメガマイナス等の新しい粒子が予測され、またハドロンを構成するクオークが考えられた。当初クオークモデルは強い相互作用と適合しないと考えられ、S 行列等の競合する理論も提案されたが、1970年代の量子色力学の確立によって、 最終的にゲージ理論に基づいた標準模型が確立された。この理論は重力を除くすべての力を記述でき、現在も受け入れられている。標準模型では、電弱相互作用理論と量子職力学を統合し、SUSUU のゲージ群を構築している。電磁力と弱い相互作用の標準模型への統合の定式化は、シェルドン・グラショースティーブン・ワインバーグ、 アブドゥスサラームによって行われた。標準模型で予測された z ボソンに媒介される中性カレントが欧州原子核研究機構によって発見されると、グラショー、ワインバーグ、サラムは1979年のノーベル、物理学賞を受賞した。加速器によって様々な衝突エネルギーで標準模型で予測された粒子相互作用が観測され、実証されたのに対し、 一般相対性理論を標準模型の枠組みに組み入れるような理論は原理論が有力な候補として提案されたものの出てこなかった。1970年代以降、基本粒子の物理学は初期の宇宙論、特にアインシュタインの一般相対性理論の帰結として提案されたビッグバン理論に対して洞察を与えたが、1990年代になると天体観測によっても、 銀河の安定性や宇宙の加速の問題等、解決しなければならない問題が見つかってきた。ありがとうございます。